現地レポーターメリー・ジェーン・ワトソン、取材メモ開始。情報によるとマギアがまた勢力を伸ばしてる。犯罪組織はほぼ壊滅したけど、フィスクが消えた穴を彼らが埋め始めたみたい。組織のドンたちは長年うまくやってきたけど、フィスクがいなくなった今、争いは避けられそうもない。ファミリー同士の抗争が起こるのももう時間の問題。警察の情報源と接触しなきゃ。組織犯罪の復活を未然に防げられればいいんだけど。ねえピーター、私が追ってるネタ興味ある？オズコープのスキャンダル？そんなの古い。今度は犯罪組織のマギア。マフィアの？ディスコブームと一緒に消えたんじゃなかった？おとなしくしてたけど、フィスクとデーモンが消えた今、復権を虎視眈々と狙ってるって感じ。なんか気合入ってるね。まあ聞いて、 FBI がマギアに踏み込んだの知ってる？うん。ドンの一人が行方不明だったマリアっていう名画を持ってたの。今は現代美術館で展示されてる。それで？情報によるとあるマギアのファミリーが盗む計画立ててるって。しかも今夜。芸術を楽しむためって感じじゃないよね。美術館に行ってみるよ。Spider-Man, thanks anyway. MJ.情報は大正解。扉破りに必死な悪党たち発見。もう少し調べてみるよ。気をつけてね。マギアの連中なら容赦ないはず。急げ。ほらボスが狙ってる絵を持ってずらからねえと。んじゃあお前変わるか？ちょっとちょっと、あいつらそこまでして入場料ケチりたいわけ？警備員はどうする？邪魔するようなら殺し。スパイダーマンだぞ。悪党退治の芸術的テクニックお披露目しよっかな。空中にいるぞ。痛めつけてやる。これじゃ勝てる気がする。こいつら知ってる。フレデリコ・フレゼリとサル・パトリロ。それってハンマーヘッドファミリーの手下でしょ？なんで絵を狙ってるんだろう。趣味でもないだろうし。周りを見てくるよ。他の場所から入ってるかも。何かあったら連絡する。正面玄関は無事。他の入り口を調べよう。それじゃあ中金切られちゃうよ。まったこれ何？ここも大丈夫そうだな。
一応屋上も調べとこっかな。あれなんだろう。 MJ、 誰かが天窓に穴を開けた。調べてみる。ハンマーヘッドの手下が玄関を開けようとしてる間に誰かが屋上から入ったってこと？みたいだね。人がいる気配ゼロ。警備員はいるはずだよね。うん、入り口近くの警備員室を見てみたら、監視カメラもあるから侵入者映ってたかも。鍵閉まっちゃってる。これ生体認証か。中に入れば何があったかわかるかも。ロックをオーバーライドできない？警備員の手があればね。手のひらのデータでしょ。警備員が見つからないなら触ったものからデータを採取できない？ああそっか、さすが。私の手も貸してあげる。あれにつオッケー。手の跡が残ってるとしたらどこにあるかな。この辺に手の跡はありそうだけど。手の跡ゲット。でも一部だけか。これじゃまだ足りない。変だな、警備員がいきなり消えたみたいだ。他に手の跡が残ってるとしたらどこだろう。ここなら手の跡あるはず。さてとどこかな。これにもついてる。ついでにこの答えは棺桶じゃなくてカラオケだね。警備員なら置きっぱなしにはしないはず。無理やり連れて行かれたなら別だけど。ここに跡ついてないかな。またあった。よし、オッケー。これだけあれば手のひらのデータ復元できる。スキャナーをちょこっといじればデータを取り込めるはず。光学センサーをバイパスすればデータを。よし、データ送信と。入れた。さすが。中はどう？生きてる。眠らされたってとこ。争った様子もないし、ハンマーヘッドの仕業じゃなさそう。ハンマーヘッドじゃないなら誰？監視カメラは？見てみる。5番カメラが切られてる。それ絶対怪しい。またつけて見られたらまずいものないか見てみる。これって展示室にある絵だよね。それがマリアのはず。まだ盗まれてない。この目でこの絵の秘密直接確かめなきゃ。ジェイコブ・カーツバーグ作のマリアは現代印象派を代表する作品です。数回にわたる盗難事件は作品の魅力を物語っています。至って普通に見えるけど。だね。もっと高価な美術品が他にあるのに、なんでマギアはこの絵を狙ってるんだろう。待った MJ、 誰か来る。
気をつけろ。スパイダーマンがいるかもしれん。ああ、くそ。防犯ガラスがあんのかよ。おい、フランクに奥の手を使うと言っとけ。MJ、ハンマーヘッドの手下がワンサカ来る。まだバレてなさそう。よかった、見つからないでね。いい夢見てね。殺が来ちまうぞ。もう死ぬか。トロモン取って逃げろ。ちょっと他のを盗む気？逃げられる前に止めなきゃ。ここの出入り口は一つしかないはず。欲しいならお店で買わなきゃ。これでも食らいな。これ以上復活させるな。逃がすもんか。怒んないでよ。君の独房にそのポスターを送ってあげるからさ。美術品が取られちゃう。やつを足止めしとけ。もう少しで出口だ。逃がすもんか。お前の血で壁を赤く染めてやる。奴らを止めなきゃ。ねえピーター、平気？うん、全部片付いた。後始末が大変だけど。マリアは無事なの？そいつら全員おとりだったら。同じこと考えてた。すぐ戻ってみる。ガラスが分厚いといいけど。防護ガラスは無事。しかも防弾仕様。誰もマリアには近づけなさそう。じゃあミッション完了だといいけど。ああ、ごめん、後でかけ直す。なんで？何かあったの？元気そうね。鍛えてるの？いや、
それはまあ多少ね。それで今はシングル、それとも元さよ。なんか質問攻め。だって気になるじゃない。好奇心は猫を殺すよ。それはそうと、なんでここに。絶好のタイミングを待っていたの。ほら後ろ。ロケット弾、普通美術館に持ち込む。ハンマーヘッドに会ったことない。新しい技いいじゃない。君の方は相変わらず。まだ絵を盗んでるの。狙い替えなんて誰が言った。ちょっと何すんの。助けなくていいの。嘘だろ。おい待て待て、おい誰だ。どこ行った？ピーター、大丈夫なの？ごめん、MJ、ばったり知り合いと。誰？トラブルメーカじゃあ、天窓から侵入したのはブラックキャット、ハンマーヘッドとグルってこと？うん、初めっから見張られてたってわけ。もしかしてマリアも一緒に盗んでったの？いや。よかった、絵を壊して中にあったドライブ盗んでった。嘘でしょ。ごめん、あのドライブの中身なんだろう。気になるね、調査してみる。僕は猫と追いかけっこ。爆発？見に行
Hey, before you go, can you do any signs? また車両爆弾？今度はどのファミリーの仕業？ハンマーヘッド？多分だ。他にもありそうだ。処理班を呼んでおこう。狭い場所には小さなお友達を。他のも探そう。一つ解除っと、残りを探そう。チカチカ光ってる起爆装置はどこだ？近くに来れば起爆装置の音が聞こえるはず。爆弾の起爆装置はチカチカ光ってるはず。爆破寸前、急がなきゃ。まずい、時間がないな。やった、あと一個。他のも探そう。一つ解除っと、残りを探そう。よし、あともう少しだね。チカチカ光って、完璧。あと一個。完了。ハンマーヘッドの仕業か。他にも仕掛けられてないか探さなきゃ。もしもし、スパイダーマンか。私はマッケ刑事。署内の友人から番号を聞いてね。あの友人ね。どうしました、刑事さん。できれば直接話したいんだ。グリニッジ文書に立ち寄ってくれないか。待ち合わせは屋根でと聞いてるわ。いいですよ、じゃあ後で。 MJ からまだ連絡来ないし、ちょうどいっか。美術館の事件最悪だったな。ハンマーヘッドと組むなんてブラックキャットらしくない。 MJ がドライブを解析できたらいいんだけど。スパイダーマン、ここだ。
あなたがマッケイ刑事？どうぞよろしく。ブラックキャットについて聞きたいんだ。それはノーコメント。今の猫じゃなくて昔のだ。20年前のな。私が担当していた。別のブラックキャットがいたんだ。へえ。初代はどうなったの？獄死した。だが盗まれた絵は見つかっていない。その手がかりを得たんだが、署としては未解決事件に金をかけたくないらしくてな。お金をかけたくないなら僕が適任かな。よかった。ここへ向かってくれ。詳しくは電話で。見返してみた。ブラックキャットはアートを好んで盗んだが、捕まる直前に火災報知機工場を襲っていた。火災報知機？変なの。報知機内部のアメリシウム241を盗んでいた。放射性同位体を売るためだと思ってたが、この前映画を見ていてある考えがパッとひらめたんだ。もし奴が盗品を同位体でマーキングして釈放後に回収するつもりだったとしたら。どんな映画見てたの？なあ、ネタバレか。聞かないでよ。だからこう考えた。同位体を追跡すれば盗品が見つかるとな。スーツのシンチレーションカウンターを使えるかも。じゃあまた連絡するよ。ありがとう、スパイダーマン。この事件を解決できたら安心して退職できるよ。消えた絵の一つがこの近くにあるみたいだ。この配電盤からシグナルが出てる。電気は通ってないみたいだけど、これ偽物？この中空っぽかな。これを開ける手っ取り早い方法は、これ絵を入れる筒だな。刑事さん、盗まれた絵あったよ。偽物の配電盤に隠されてた。そうか、やっぱり。置いといてくれ。誰か取りに行かせる。その間ハーディの目撃情報があった場所を送ろう。うん、頼むよ。あれ、今ハーディって言った？ああ、初代ブラックキャットの名はウォルター・ハーディ。奴のファイルを引っ張り出して詳しい情報を調べておこう。ウォルター・ハーディが初代ブラックキャットで、フェリシア・ハーディが僕の知ってる2代目。親子2代の家業だったとはね。
村とノースムーアの交差点付近で銃撃戦が発生したって。そこマギアの縄張りじゃなかった？そう、ブラックキャットが盗んだせいでマフィアの抗争が始まったのかも。それじゃ様子見に行ってみよう。ねえ、事件のこと何か分かった？調べたけど、あのデータドライブの中身は誰も知らないみたい。今はハンマーヘッドの手元にあって、他のマギアファミリーがあたふたしてるって。あの美術品泥棒が絵を壊すくらい価値あるってことか。なんでハンマーヘッドと組んでるのかな。一匹狼じゃなかった？わからない。フェリシアは一生かかっても理解できないよ。フェリシアね、下の名前で呼び合う仲なの？まあそのひょっとしたらそうかも。まあいいけど、何かあったら教えてね。また車爆破、スパイダーボットを出動。諸君も聞いただろうが、スパイダーマンが現代美術館に強盗に入ったハンマーヘッドの手下どもを阻止したって噂だ。大手柄だって？違う、奴らのせいで美術館はもはや戦場そのもの。中でロケット弾をボンボン放しちゃ当然だ。100歩譲ってこれがスパイダーマンの善意からの行動だとしても、奴の問題の本質は変わらん。奴がそこにいるだけで周りが世紀末の大惨事に発展してしまう。美術品を強盗から守ろうとして吹っ飛ばしちゃ本末転倒だ。確かに現代アートが人様に見せる代物じゃないのは百も承知だ。スープ缶やら酔っ払った像に描かせたようなろくでもない絵ばかりだしな。だが私はアートに口出しするつもりは毛頭ない。あの雲の悪党に公共施設を好き勝手に荒らされて黙っていられるか。ふう、スパイダーボット回収しなきゃ。部屋の掃除もしてくれたら便利なのに。派手にやってるね。手遅れになる前に片付けちゃおっと。完了。配送トラック、僕がオーダーしたスリッパかな。これ僕がオーダーしたスリッパじゃないよ。この荷物受け取り拒否。まずい、みんなお出まし。
終わったかな。話したら見逃してくれるか。とりあえず話してみて。あの白い髪の女にここで騒ぎを起こせって言われたんだ。陽動か、まんまとやられた。どこで会ったの。ウェイブリのワイン貯蔵庫。MJ、銃撃戦は陽動だった。ウェイブリー通りから警察を遠ざける罠だよ。マギアファミリーの会社がウェイブリー通りにある。確かシセロファミリー。急げば間に合うかも。フェリシアは慎重で準備に時間かけるからね。そうなんだ。また連絡する。ワイン貯蔵庫だ。さあフェリシア、どこにいる？フェリシアの道具だ。何を見てたんだフェリシア。ミッケ、あら、また会ったわね。フェリシア、マギアとの火遊びは危険だよ。火遊びは大好物。スパイダーマン、猫の仲間か。やれ。君たち結論急ぎすぎだって。ハンマーヘッドにも他のファミリーにも雇われてないって。ただ間が悪いだけ。
楽しかった。でフェリシアは？こうしてあなたを見てると昔を思い出しちゃう。ドライブの中身は？本当は私もよく知らないの。なんで盗んだの？盗まないと息子が殺される。ちょっと息子？フェリシアの息子？嘘だろ。でももしかして僕が？ダメダメ、今は考えないどこ。 MJ、 ブラックキャットにまた逃げられた。へえ、ほんと慎重なんだね。別のドライブを盗んでた。そっか、ファミリーごとにドライブがあるんだ。中身は何だろう？他に何か分かった？あ、まあ特には。そっか、彼女はハンマーヘッドの権力争いに手を貸してるのかもね。いいこと一つもなさそう。マフィアの構想だけは避けないと。ドライブのこと何か分かったら連絡する。元気スパイダーマン、あなた一番のファンよ。ちょっと待った、スクリューボール、もしかしてもう出所したわけ？そりゃもちろん、しかも私のファンも一緒に連れてきちゃった、はあ、みんなほんと可愛くってね。新番組の準備手伝ってくれて。そうだ、よかったらスパイディもこっち寄ってって。それじゃあね。お行儀よくて出所したってわけじゃ絶対ないよね。様子見に行ってみよう。